福島、はい、うちの学校が恋愛禁止って知ってる？あ、知ってますよ。いや、なんか福島が女子とか悪いって言った話聞いた。あー、それマジでお姉ちゃんっす。あ、お姉ちゃん、まあ、あんまり校則で決まってるから良くないか。じゃあ何のために校則で恋愛禁止なのか分かってます？いや、まあ決まりは決まりだからさ。いや、決まりっていうか、その校則って多分生徒のためにあると思うんですけど、じゃあそれが恋愛禁止っていうのがなんで生徒のためになるんですか？いや、だって勉強できる時間が伸びれば成績も良くなるじゃん。勉強できる時間はなんで恋愛を禁止することによって伸びるんですか？だって先生とかさ、恋愛するまま惜しんで勉強してきたから、こうやって医者になるってこうやって教えてる。あ、だとしたら、じゃあ恋愛しない人と恋愛した人に関して勉強時間が伸びるっていう風に言いたいってことですね。じゃあ多分恋愛してない人とかって恋愛以外で何かしらでストレス発散しなきゃいけないから、途中でゲームしちゃったりとか、なんか他のことしちゃったりとかして、結局時間と同じだと思うんですよ。だったら別に恋愛してても恋愛してなくても、そもそも拘束にする必要性ってなくないですか？先生がそうやってきたからな、それが正しい。お前がどうとか別に知らんのよ。先人がどうとかっていうのは一切知らなくて、理論的に考えて恋愛をしたとしてもしなかったとしても、おそらく勉強効率って一切変わんないと思うし、むしろ恋愛をすることによって自己肯定感が上がって、もっと勉強頑張ろうってなれれば結局受かると思うし、結局自分次第だと思うんですよね、受かるかどうかって。じゃあそんなこと言うのは次のテストでいい？いや、だから僕だって結局こうやって恋愛しながら医学部受かったりとか受験突破したりとかしてるわけじゃないですか。だから結果として出てるわけですよ。できるやつはできるし、できないやつはできないから、変な校則なんか作る必要ない。まあいいよ、めんどくさいからこれでどうこれで今回見たことはなしにしよう。いいだろ、わかりました。結局お前が校則やってんじゃない。